日本国歌で歌われてきておりました、君が代ですね。君が代は岩尾となりてていう名前が私の名前を歌っております、また父じいさんの名前も同じ岩尾と岩という字を書きます。でこれはね、どうして作られたかというと、地球人と宇宙生物ですね、もっと多い宇宙生物、全体でですね、日本で一番偉いんだぞと、いうことで、作られた歌です。で、人間たちは逆にその偉いということでね、本物貴族ということで、ほとんど全部が嫌っております、ねね、ただ人間を含めて宇宙全体でね、祝福されてまして、まあ地球で一番偉いというかね、で祝福されてるんですね。だからいつも祝福されてるんだけど、宇宙全体でね、人間も入れて中和されてね、宇宙全体生物入れて祝福されてるんですけども、人間はまた逆なんですね。誰も本物貴族を嫌ってるということなんで、これね、祝福されてるけれども意味がね、人間たち全体ではね、世界全体、宇宙も含めた世界では祝福されるってですね、人間100億人では祝福されてないんですよ、というふうなことなんで、偉いは偉いんですけど、私はね、本物の貴族でね、ということをぜひね、知っていただきたい。半魔家の本家、の王様なんですけども、地位はですね、本物の、前は本魔家から追い出されたですね。で、本魔家の本家でもあります。半魔家は千年、まあ多めに言うと千年ぐらいですね、の歴史があって、その前は本魔家ですね、の歴史になってます。ということで、ね、で、一応上の生物、人間より越した能力はあるんで、人間の上の知能の生物と言っております。私の本物貴族はね、私はですだけはですね、と言っております。そんなことをぜひね、知っていただきたいと思います。どうもありがとうございました。